お座りのままでお願いいたしますね。皆さんのお尻接着剤がついてますよ。招かれたのあなたですけどね。はい。でもいいとこだしな。ねえ、うん。どういうところにまず魅力を。いやもうこのね、うん、海、島、綺麗な空、うん、完璧じゃないかなし。素晴らしいですね。ちょっとさ、うん、どっから写真撮ってもあの瀬戸大橋とあの抜けるような空はいい絵になるしな。ねえ、あの今ね船橋見てるお友達はみんな後ろに瀬戸大橋があるわけですけども。ねえ。こっから見る景色は絶景ですね。ねー。はい。そしてですね、さっきちょっとお友達とも話してたんですけども、はい、もう一回ね、今日香川から来てくれたお友達。はーい。ありがとうございます。はい、岡山から来てくれたお友達。お、すごい。ありがとうございます。その他、そうです。いろんなところから。ね、香川から来ていただいて、はい、本当にありがたい限りですな。ね。そして船市、四国コンプリートということです。あーすごい、やったー、やっと来れたー。いいえ、いやでも今までそう徳島、高知、愛媛来てて、はい、香川だけ来たかったらしな。ねえ、ようやく来れたらしい。おめでとうございます。もうね、美味しいうどんをね、ほんと耳から飛び出るぐらい食ってるし。ブシャー。地元の人でも見たことない。てか耳あるの？ここにちっちゃい、ちっちゃいのがいてるし。あ、そうふなし、ごめん、あの右の方がお友達いっぱいいるから右の方行こうか。はい。さあ、そしてこの香川県の印象というのはふなしどうですか？ひょうどん。まあ、別名うどん県。そうですな。うどんのキャラクターとか結構仲いいんでしょ。ほうほう、例えばうどんのって知らんし。うどんの知ってるよ。鶴キャラ。駆け出し時代からの友達だし。おで昨日ツイッターで初めて知ったけど、うん、サヌドンっていうのもいらっしゃるし。サヌドンかわいい。サヌドンね、サヌドンめちゃくちゃ面白いですよね。本当に。そう、今注目のキャラですよ。ねえ、ちょっと今度はサヌドンと共演してみたいですな。おお。今度考えるときはうどんのフラッシュサヌドン。うどんに挟まれて。うどん大好きだし。え、もう食べましたか？ね、空港の、うん、下にあるやつ食ったらしい。お、食った。しらしら、欲しがって。ああ、なるほどね。でもさ、東京とか千葉にある、丸亀製麺ってあるじゃないかし。あれはなんかちょっと違うらしいだしな。香川の人が寄せると、あの神戸の会社だって。って言ってる。そうそう、なんかね、トリドールっていう会社の社長が今神戸で会社を立ち上げて、そのお父さんがどうやら、あのこちらの香川県の出身の人らしいよ。詳しいな。そういう縁があってね、あのお店がいっぱいできてるらしいしな。なるほど。そうそう、丸亀っていうとね、あの鳥奉行骨付きじゅうじゅうっていうご当地からもいますけど。ああ、いるいる。フライドチキンみたいなお方のしな。そう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 。骨付き鳥は食べた？あ、まだ食べてない。美味しいの？美味しい。え、ごめん、唐揚げと何が違うのし。なんだ、唐揚げ衣ついてないですよね。焼いてるだけ？焼いてるの？あ、揚げてる？揚げてる。ああ。焼いてあげてる。焼いてあげてんの。ケンタッキーとどっちが美味しいらしい。企業名、企業名。まあでもね、あの昨日私も別に行ったんですけども、はい、骨付き鳥、もうそのお店でも品切れでした。あ、本当に？っていうぐらい大人気。ねえ、あ、ちょっとそれやると食べてみたくなるしな。ねえ、ぜひね。鳥が有名なんですかね。そうでもない。羽付き鳥が有名なんですね。はい。さあ、そして香川県で他になんか行ってみたい場所とかありますか？
ほら歴史とかも好きじゃない？ああそうだしな、うん、香川っていうと誰だし長宗我部さんって高知だしな。お香川はざわざわでもさっきちょっと教えてもらったのが、あのまあ歴史じゃないんですけど、その辺りに鬼ヶ島のルーツになったところがあるって話を。あね、ここはねちょっとあっちの高松の方にずれると、うん、おなぎ島、本田の木って書いて、ほんほんほん、めぎ島薄い知識がバレちゃったね、おいなるほどね。すごいでっかい洞窟なんだって。ほら地元の人でも知らない人いるよ。知らないの知らないか合わせてくれたか。もともとこれ行ったのが志らく水軍っていう、うん、水軍の方が管轄してたらしいんでしょ。知らねえさあじゃあ次の話題に行きたいと思いますけどもなかなかね中四国に来る機会っていうのが貴重なんですけども、はい、ここ最近ふなっしーはゼップツアーとかをね行ってまして、ゼップって知ってますか？あのライブハウスなんですけども、いた、ありがとうございます。ゼップ大阪と、そうゼップ東京でね今2回やらせてもらってるんですね、はい、ねライブやりまして、はい、いやでも、うん、みんなやっぱライブ好きだしな。あのさ、こんなこと言っちゃうんだけど、うん、キャラクターじゃんかなし。あとさ、キャラクターのイベントなのに、うん、めっちゃこうやってアーティストとかもちょっと求められるようになってきたし。ペンライトとかすごかったもんね。そんなんじゃないだし。ご当地キャラだし。一応って言ったんですけど、ふなし CD シングルアルバム出してますからね。ああそうだしな。そう。いや勢いで出してってね勢いの割にプロデュースアルフィーの高見沢さんとか岸田さんとか。そうだね、今回はサンプラザ中野くんがやってくれてるのしな。爆風スランプですよ。お父さんお母さんもねご存知の方多いと思いますけどね。でランナーっていう曲が有名ですけど、走る俺たち流れる汗もそのままにっていうね曲が有名なんですけどもふなっしーが今度中野くんプロデュースで出す曲が、そう、はい、歩くなしイエーイ。走るで30年間やってきた人に対して歩くっていう曲を作ってもらうという。やっぱさ、うん、走ってたら疲れるじゃんかなしそろそろみんなでゆっくり歩いて、うん、ちょっと思い出を語り合う時期になってきたらしい。なるほどね。かしら、うん、でその曲もなんかこうしっとりとしたね、そうそう、ちょっとパワーバラード系で、うん、ちょっと聞かせるタイプの曲だしな。ねえ、ね、歌ってえアカペラで待ちらんないしまだじゃあ発売されてないので先行公開になりますよ。おーだわどこだろうサビだって。歩くなしなんでちょっと照れてるの今来た人ジャイアンリサイタルじゃないですからね。はい、ねえさん、まあ、ということでゼップツアーもやりつつ、あとはラストコップっていうドラマをやってたんですけど、それ見てたってお友達いますか？見てたんですね。寺澤俊明さんが主役のドラマだしな。はい、この映画バージョンになんと悔しい登場しますらしい。このボコボコ言ってるのは海外の音ですからねはい、ちなみに役柄は、はい、フラッシーそのまんま。そう、今回劇中に出てくる、うん、フラッシーっていうのは、はい、フラッシーの頭脳をさらに良くした大型ロボットのブナッシーって呼んでるんです。ブナッシー、そう、こいつが大活躍するらしい、はい、ブナッシーはそそくそ帰っちゃうらしいあんまり言うとネタバレしちゃうんでね。あ、そっかそっか。
なるほど。でもふなっしーも出るっていうことですからね。そうだしな。はい、ぜひぜひね。ね、花澤さんのいい人すぎて。はいはい。おう、どういう人？あのね、すっぴん挨拶したら、うん、はい、え、どういう意味、どういうことって聞かれて。でもね、本当撮影現場でも、うん、そのスタッフとかね、はい、他の役者さんとか新人さんとかに、うん、細かくこう気遣いしてるのよくわかるんだし。花澤俊明さんが。そうそうそう。だから多分監督が言うときつく聞こえるけど。うん、助監督さんとかね、うんうん、でもその AD さんがミスした時も、うん、あ、お前ちょっとこうした方がいいんじゃねえかとか言うから、うん、すごい丸く収まってるの見て、おー、やっぱスーパースターだなと思ったらしい。監督さんが激怒する前にクッションになってあげるってこと？そう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 。大物は違いますな。違うしな。ねえ、じゃあのドラマをね見てない方でも映画楽しめる？あ、そうそう、あの、ね、うん、基本的にはそんな繋がってないので、はい、映画だけ見てもちゃんと楽しいけど、はい、できればフールで予習してこいなし。はい、ね、皆さんフール月額1000円ぐらいで入れますね。回し物じゃないんですけど。ほら、2週間無料とかあるじゃんからし。ああね、じゃあぜひぜひそちらでもご覧ください。はい、さあそして、はい、プライバシーで遊びに行って良かったところっていう風に一応台本では書いてあるんですけど、どうした？あれ、あ、いやいやいや、大丈夫でしょ。どうした？またし、みんなゾワつきすぎだし、かわいい、中とか嫌らしい、かわいい、びっくりした、最初ちょっとあのお腹が痛かったらしい。ね、あのふなっしーね、全国各地いろんなところに行ってますけども、はい、はい、逆にあのふなっしーのおすすめのところとかがあれば、あの香川以外で。香川以外で、うん、だいぶ広いけど。広い、広すぎだろ。ふなっしーのおすすめ、うん、アイスランド。広すぎるわ、それは。広すぎるしな。でもどういう、実際行ったんですよね、アイスランド。アイスランド行ったことがあって、めちゃめちゃいい場所だったんですよ、うん、あのすごいね、広大なグリーンの芝生の丘がブワーって広がってて、うん、そこにあの万年雪の雪解けの氷、水が滝のように削ってね、ダダダダダダって至る所へ緑と滝。へえ、本当にあの映画の世界、ファンタジーの世界だったのし。へえ、アイスランドって名前だけ聞くとなんかすごい寒いんじゃないかと思うんだけど。そうで、うん、グリーンランドってあるじゃないかし、はい、あれなんかあのアイスランドって名前つけとけば、うん、あのあんまり人寄ってこねえだろうと思って、うん、アイスランドにしたらしいんだし、でグリーンランドに逆に、うん、あんまりでも人が来ないから、うん、グリーンランドってしとけば人が来るだろう。でグリーンランドの方が全然寒いからね、うん、そうそう、アイスランドはね、北海道ぐらい。後ろの方びっくりだと思いますけど、目の前の男の子は笑ったんで釣られて笑ってます。そうだね、アイスランドはあの本当北海道ぐらいに気温だったんですよ。そうなの。あ、下手がねブルーンってなってたかもしれないけど。でもさ、はい、なんでアイスランド行ったんだったっけ。あのテレビのロケで行って、はい、1週間かけて、うん、撮影してきて1週間。そう、うん、オンエアはうん、お蔵入り。続きはウェブで。だって誰もテレビで見た記憶ないですよ、1週間のロケなんて。びっくりしたよ。ねえ、ちっちゃいおっさんって言ってきたんだけど、うん、あの兵庫県のねご当地キャラさんでちっちゃいおっさんっていう子がいるんですけど、アイスランドまでロケ行って、うん、オーロラ撮れなかったからってお蔵入りですよ。うわ、テレビの世界ってきついね。すごいよね。ねえ、何100万200万円かかってるらしい、うん、ねえ、うん、ねえ。ただ最近なんですけど、こうやってふなっしーがねテレビに出てもちょっと感化されたりとかそういうところもあるってことで、ふなっしー自身で274チャンネルっていう会員サイトを始めたんですけども。お、そうですか。ま、ねえ、これはふなっしーが結構ロケにいろいろ行ったりしてね。そう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 、ロケ行ってんでしょ。なんかお腹にゴロゴロしてますけど、おすすめ、そうそう、その274チャンネルっていう会員専用のねサイトというかでロケにも行ったりとか、はいはい、でそれは
とんどノーカットというか、ふなっしーの意向でいろんなこう動画が流れてるんだよね。あ、そうそうそう、はい、やっぱり、うん、テレビだと、うん、本当に1週間の時ってもテレビで放送するのって、うん、まあよくて10分から20分ぐらいでしょ。ね、1週間かけて10分20分ってね、もう最悪の時はもう本当に2、3分で終わるんですよ、うん、だから自分たちでそういうサイトを作っちゃえば、うん、ね、30分だったら30分使えるわけだから、うん、だからみんなが喜んでくれる企画で、うん、そういうチャンネル作れないかなと思って作ったらしい。ねえ、でその中でじゃあ一番印象に残ったロケ、今のところおいろいろやってるんですよ。ふなっしーが料理したりとか、ね、温泉行ったりとか。でも斬新だったのは、うん、何ちょっとなし汁が絡んでらしい斬新だったのは、うん、あれでしょ、料理ロケ、うん、料理ロケは斬新だったでしょ。うん、正直ね、そんなに料理作れないかなと思ったけど、はい、意外にネギとか切れたらしな。そうなんですよ、普段のふなっしーってこんな料理できるんだっていうぐらい。あ、そうそう、うん、普段から作ってるからね。そうなんですよ、なんか多分ね、番組的にはオチでふなっしー切れないウケるとかを狙ってたと思うんですよちゃんとやるんですよ。しかも食べてみたらみんな美味しかったらしな。それが不思議。あと不思議だったのは口から梨汁が出てきたところだけどね。プシュプシュって。まあそれは隠し味だしな。そうね。大事なし。梨ですか。なんか梨チャーハンって美味しかったんだよね。そうそうそう。うん、梨ってね、カリカリ梅とジャコを入れると、うん、結構味がまとまって美味しいですよ。ちょっと意外な一面ですけど ね、まあ、そういったところ会員の方のみのところもあるんですけど、会員じゃなくても見られるところもありますので、数字で274、そして CH でチャンネルで、こちらもぜひご覧ください。さっきから激笑いしてる男の子いるけど、なんかふなっしーに質問ある？あ、何？何でもいいでしょ？何教えて、何聞きたい？練習？あ、照れちゃった。女の子ですか、だってふなっしー。よく、うん、ボディラインは女性のようだって言われるなし。でも実は、うん、男でも女でもないなし。はい、妖精ですからね。妖精なし。ねえ、だっていろんなね、ふなっしーのぬいぐるみ出てますけど、赤ずきんちゃんみたいな可愛い格好してるものもあれば、王様みたいな ね、 ね、はい、かっこいいものもあったりもしますからね。だから本当にね、抽選的な、うん、設定でよかったなと思うのし。設定？あ、違う。設定？違うらしい。設定じゃないらしい。男でも女でもないなし。ね、梨の妖精界から来てますからね。はい。ね、そちらの男性の方なんか聞いたことありますか？特にないですか？じゃあそちらのお隣の。あ、ふなっしー？手前の、止まった。手前のお姉さんが喉治った？だって。大丈夫ですよ。でも、やっぱりすぐ枯れちゃうのしな。だよね。大丈夫。蜂蜜舐めてるし。そりゃね、ヒャッハーって大きい声で叫んでれば枯れますよね。ヒャッハー。ね。ヒャッハー。そちらのうちわのお姉さん、聞きたいことありますか？ふなっしーの嫌いな食べ物何って、まず好きな食べ物は？あー、桃。そう、梨なのに桃好き。あと、はい、ね、お肉。お肉。意外と人間っぽいですが。そうそう。で、嫌いな食べ物って？嫌いな食べ物は、うん、前ちょっとモズクって言っちゃったらしい。おー、言ってたね。モズク業者が困るから、うん、本当に今食べた中で、うん、あ、もうこいつは二度と食いたくねえっていうのは、うん、タガメ。タガメ業者。サソリとタガメは食べちゃダメ。まずいんだから。くっそまずかったでしょ。フナノミクスっていうね、 DVD、 ロケ DVD 出してまして、それの3でね。サソリは DVD 食べたけど、タガメに関して至っては、うん、本当にプライドシーで、うん、フラッと寄った先で、うん、罰ゲームみたいな感覚で食べたら、うん、なんかメロンの腐ってる味がして
こんなの軽い軽いってちょっとカッコつけようと思ったのし、うんうん、でパクって食べて飲み込んで全然いけるって言い出した瞬間に、うん、一口ぐらいのゲロが出たし、ポンってこんなあのガチャガチャのカプセルみたいだったらしポン完全に体が受け付けねえでやがんの。でもフラッと行った先にタガメが置いてあるのすごいですよね逆にねはい、でタガメ調べたら、うん、日本最大のカメムシって書いてあった。うわあいつカメムシだったんだ。どうりでくっせえわけだ。噛んだ瞬間に香りとかもしたの。なんか変な体受け付けねえの。やばかったらしい。えダンゴムシダンゴムシ美味しいですよバッタとかにダンゴムシはねエビと同じ味するんだし、今日ちっちゃいお友達もいるんでね、食べる時にはお父さんお母さんの了承を得てからにしてくださいねはい、さあということで皆さんからの、ね、質問とかもありつつですね、はい、お時間がなかなかいい時間になってしまったので、はい、ここでお写真撮影タイムに移りたいと思います。じゃあ船橋左側、あ右側行こうか。じゃあ4箇所で撮ろうかね。船橋後ろの方来てもらって、かなり右にもお友達いるから、えここ見えてるし、あまずそこで、あそっち向かれる。あちょっと待ってね、私が入っちゃうわ。どこ行こうかな。はい、なし。はい、撮られましたら手を下ろしてあげてくださいね。後ろのお友達にも撮影タイムチャンスをお願いいたします。5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。続いてふなっしー、ちょっと左側ってステージ右側、ステージ向かって左側のお友達シャッターチャンスです。せーの、はーい、なーし。はい、後ろの方特にですね、自分で写真撮られましたら手元下げてあげてください。ご協力ありがとうございます。5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。さあ続いてふなっしー真ん中に行きましょう。ステージから落ちないように真ん中に来てください。ふなちゃん、はい、さあそれではゴー、あゴーじゃないすいません、撮影タイムなんですが、後ろのお友達ですね、手を高く上げてるお友達、いい写真が撮れましたら手を下げてあげてくださいね。ご協力ありがとうございます。5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。さあふなっしー左側に来ます。左側のお友達シャッターチャンスで、あ右側ですね。はい、さあ行きますよ、せーの、はい、なっしはい、ご自身が撮られましたら手元下げてあげてください。後ろのお友達にも写真撮らせてあげてくださいね。5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。さあふなっしーちょっと一瞬待ってね。はい、イリュージョンがちょっと、あやばいらしい、あとねイリュージョンがありますんでね。さあそれではですね、ここでふなっしーはステージの裏側を向いてもらいまして、今日会場に来ているお友達、そして瀬戸大橋をバックにお写真撮りたいと思います。でただこのお写真なんですけども、ふなっしーの SNS をはじめ Twitter、Facebook などに載る可能性がありますので、今日ですね顔写っちゃまずいお友達、メイクのノリがいまいちだった、指名手配中などなどですね、そういった方はご自身で顔を隠していただきまして、それ以外のお友達最大級のスマイルでお願いいたします。はい、じゃあ行きますよ、せーの、はい、なし。わーいい、キラキラ笑顔ですね。今日のこの海みたいにキラキラ輝いてますが、ふなっしーはゴロゴロしてますねさっきさ、うん、さっき太陽の前に虹ができてたらしな。おお、ねえ、あれ愛知に来たらハロっていうらしいな。そう、今ねめちゃくちゃ綺麗に見えてるよ。あ、今見えてる。うん、ハロっていうこの虹のね輪っか、ねえ、初めて見た。すごいですね、いい日です ね、 ね、空もふなっしーブルーですからね。いやはい、オッケーですか。じゃあもう一回行きましょうか、皆さん、せーの、はーい、なっしー。あー、かわいい、みんな綺麗、かわいい、ふなっしーかっこいい。はい、オッケーですかね。何、どうした心臓止まるからやめて。このなしさん武道館から落ちてるんですからね。あれは痛かった。いや、そうだよ、あの今まで生きてた中で、うん、2番目ぐらい痛かったらしい。うわー一番どんな衝撃だった。はね、軽トラックに跳ねられてるね。ねえ、ぜひ気をつけていただきまして。さあ
そしてですね、ふなっしー、非常に名残惜しいんですが、イベントが終了のお時間になってしまいました。マジでそっかせっかく合わせてほしいのにね。それは無理だし行かないでっていうのは無理らしいです。船橋に帰るなし。はい、いや本当にね、今日は皆さん遠いところからありがとうございますらしい。じゃあらしいコールからの感謝感激なしにいるブシャンで締めたいと思います。オッケーなしー、なし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 ものもりだくさんですので、こちらでぜひお楽しみください。本日はありがとうございました。